いただきます。久しぶりに、あ、ごめんなさい。おお、 CC バールですね。 CC バールと、よし、おお、懐かしい。じゃあすぐ帰ってきます。エンジン始動。おお、スタンド上げて、よし、いただきます。あ、懐かしい。あ、懐かしい。はい、ということでアクアライダーです。本日はですね、私がカフェをオープンしたんですけれども、そのカフェにですね、マグナ50の商社さんに、来ていただきました。ちょっとメーターハッピーメーターなんでごめんなさいね。あ、これが、あ、4、そっか。で、はい、今マグナ50に乗らせていただいております。いやー、素晴らしい、懐かしい。あ、こんな感じだったっけ。すごい楽なんですよね。何よりもこの排気音。あ、クラッチがちょっとあれです。あ、ニュートラルになった。で、ウィンカーと、あ、すげえ、おー、懐かしい。特に話すこともないんですけど、もうご厚意でマグナ50乗らせていただいて、いやー、すごいな。ちょっとごめんなさい、これ、実績の感覚で言うと全然違うので、あーはーはー、すいません、すいません、ちょっと原付きで申し訳ない。でも結構出ますね。あれ？なんで？なんかエアクリーナーといろいろと変更されたみたいで。おっと。すげえ楽しい、楽しいなマグナ50。まあ、なんかアクアライダーといったらマグナ50みたいな方とかまだ結構いらっしゃるみたいで、うん、僕もマグナね欲しいんですけど、なかなか乗る機会もなければ位置もね、なんかもったいないなっていうのを思って。いや、でもすごい、いや、もうマグナ50乗ると語彙力失いますよね。いやー、いいバイク、名車、マジで名車。これは乗ってみればわかる、本当に4ミニ最高。すいません、ということで、戻ります。4速か。4速ミッションでね、 OHC の2バルブ。すごい、フロントもかわいい。やっぱ乗りやすいですね。めっちゃいいバイクですわ。遠くから見たらめっちゃ豆粒。確かに。こだわりポイント、なんかここが好きみたいなのありますか？この辺かな。おお、ライト、このサスペンション、ええー、ヘッドライトに変わって、ここにウィンカーがある。ああ、おお、いや、目の付けどころがさすがですね。そうですね、メッキ部分が目立って。後ろがそんな好きじゃないかなって。ああ、そうなんですね。前と後ろから前があるんです。本当はシートもバネについて、バネついて、ああ、はいはいはい、あれ
おお、そうなんですね。めちゃめちゃ忠実にマグナ250再現されてますもんね、 V ツインマグナ。すごいわ、本当名車。いやー、ありがとうございます。まあ短編動画ということで、はい、ありがとうございます。